方針を決めたり、具体的な、その投資の内容を、決定したわけではありませんし、もう少し時間がかかろうかなというふうに思います。産業革新機構は昨日午後、専門家を交えて投資方針を検討する委員会を開き、業績が悪化しているシャープへの出資について具体策を議論しました。すでにシャープ側に白物家電など2000億円規模の出資を提示していますが、台湾の鴻海精密工業はこれを大幅に上回る5000億円を提示しているとみられます。このため具体策の決定には数ヶ月程度かかるとみられ、シャープをめぐる争奪戦は年明けも続く見通しです。